まあ、久しぶりに集まって、まあ、みんなともいろんな話ができて、まあ、海外組の話だったり J リーグの話だったり、まあ、雰囲気はすごいいい感じ、はい、で入れたと思います。もうやっぱりあのワールドカップまで時間がないので、まあ、ここで自分たちのサッカーだったりを、もう試せないとやっぱり時間はないんだっていうのはあるので、まあ、本当にワールドカップの気持ちで、まあ、戦いたいなっていうのは思います。僕自身は、まあ今までと変わらずチームのために走って、まあ、しっかりと守備をした後に攻撃でやっぱり得点に絡む、パフォーマンスっていうのを、はい、自分自身も期待しています。そうですね、やっぱりみんなとプレーするのは、まあ、気持ちがほっとするし、また改めてみんなの頑張りだったらに、僕自身もパワーをもらえるので、まあ切磋琢磨して一人一人が成長できるようにこの合宿を有意義なものにしたいなっていうのがあります、はい、そうですね、まあ、やっぱり僕も高校サッカーをやっていて国立競技場っていうのはやっぱり夢の舞台だったので、そういう舞台で、まあ、最後ではないですけど、しっかりと、まあ、いいプレーをして感謝の気持ちを込めてプレーしたいなと思います。僕がアンダー22の時かな、初めて日の丸をつけて戦ったのがこの国立競技場で、その時も点を取れて、そこから、まあ、自分自身も自信を持って、まあ、ここまで来れたと思っているので、そうですね、まあ、そういう本当にいいイメージが国立競技場にはあります、はい。